まく連動するときとしないときの差がわからない。やっていたのか。やってた。さっきからペットガチ配信だったよ。なんか配信機材のね調子が悪くてもう超四苦八苦してたんだけどね、ようやく落ち着いたぞってところにペットいたから、あもうこれは入るしかねえな。いやでもいつもやってるかなって思って、やっぱやめとこうって思ったけど、いやこの先相手いねえかもしれないと。うわあ、噛み合った。まぐれ、今のゴビーは。でも先がロビーだけあって誰かしら有名人いますよね。わら。別にペットと寄りたかったわけじゃないんだから、他に一人なさそうだと思っただけなんだから。そんな感じでね、ちょっとツンデレを発動してしまった。なんかロビンゴの様子ね。果たしてどちらがオレンジ畑を攻略するか。マンダラをすると出てくるマンダラアイコンはあのアイコンがついてる状態でペルソナ技を当てると状態異常がつきます。確かジャンシーとゴシーとコッパみじん切りを当てると毒、ゴディとニディとジャンディとジャンニディとメギドラを当てると感電、そうでニシーとジャンニシーを当てるとマフ、ヒートライザーを当てると激高で、マガツマンダラを当てると混乱の状態異常がつきますね。甘い。よく覚えてますね。あー、ガサ今の。この暗転返しが間に合うんだよな。
まあこれはやっていくうちに思いましたね、自然と。会長いらっしゃい。 D コッパは暗転返し超弓じゃダメなんですよ。なんか満足した。いやあれもういや見分けつかない。でも暗転返ししようって思うと、えやるんすかあれ。俺はさすがに初めてやられた。いやでも大事、そういう結構人呼び、こいつなら暗転返して喜んでるだろうっていうの。え、皆さん気づきました？マーガレットのアイコン、マーガレットもうキャラセレで鍵ついて出てるの。え、かっけえ、キャラセレ画面。いや、ペットね、俺がさっき暗転返しでマンダラに対して調味したから、暗転返しに勝てる D コッパだよ。 SB コッパだと暗転返しで勝てるし。ああ出て。もうオレンジ畑やめて。オレンジ畑、別に俺だって耕そうとしてるわけじゃないからね。うわあ危ねえ。トップ農家、レモン農家、オレンジ狩り枠やってたのは知ってたけど。自分にオレンジ放圧線だからオレンジ農家はそろそろ供給をやめていただきたい。この可愛い女の子供捨てられるんですか。
ティメットオレンジシュッカボッカ。アベノミクスでのオレンジの過剰供給はやめられなかった。出荷ボットはもう漆器1だけだからな。うめえ。いや今のは、今のはペットにうまいで賞をあげたい。判断完璧だったね。ギソコンス猛者に、あ、でも猛者にコンボ、猛者コンボ入れるときって絶対に 75% 以上必要でしょ。いや、 やっぱそこゲージ見てるなって、やっぱペット違うんだよな思いながら、そんな基礎コンとか謙遜しなくていいから。ムテさんの枠でまっかり対戦したいっつって真っ先に入ってきたのがシッキーで増えた。わら、僕ならすぐまったり対戦したい。対戦相手がまったりとは言ってない。SB ライザー、SB ヒートライザー、昨日性能ね、調べてみたけど、結構強かったよ。75% 払う価値ある性能だけどね。あそこでちゃんと決めれるのがすごいわ。怪しい。そろそろこちらの実力を見せつけるか。綺麗な駆け足技。あー、間に合わなかった。ジャニビ出してたんだけど。あー、これしゃがんで待ってたらダメだな。だって、違う、でも下段薄い、その下段の中でやっぱり下段混ぜたい、混ぜてくると思って下段ガードをしてるんですよ。
僕の課題すぐ茶吹きの銃やで。えらいことになっても番長と花村やれる？言うて課題の追加？わら。25あると痛いしな。これジャンプして超一撃で。エイレンの3番目とか地味に嫌だ。エイレン3段目、あー下段。いや薄いっすよこいつは。やっぱ 2A が上段なんで、で 2B も上段なんで。SBS 射撃の銃、そう下段が薄いというより遅いんですよね基本的に。下段薄いけどなんとかなるよ。足立さんのなんとかなるのは駒投げ持ってるから。無理かな。ペルソナ6枚とかペルソナ枚数じゃそんなに変わんないですね。そういう問題じゃない。でも足立は強いと思いますよ。それは俺は世間で言われてるより足立は強いと思うんですけど、みんな賛同してくれないんですけど。アイリスミの敵がきつい時点であれ、ただ勝てるキャラなのか確かですよね。アダチカシアックアール、マンダラクソゲーと続くしたぜ。あー思いが小池さんも足立すごく老化してましたね。ガッカさんが浮かびきついと思うキャラ誰っす？あとはこのままでも本当に大きいかな。足立行くとはいつも戦争みたいな試合になるから嫌い。申し訳ないけどマリーよりかパワー感じる。うわーマジかよ。いやマリーは普通に弱いんで。マリーとリセ君の思ってたのと違う感覚。無敵23駅中盤。幻覚がいる。魂のこもった逆ミラが笑。ラグを物ともしない。ラグを23フレ中だ。いや早いよ。こんな老害に23フレなんて見えねえよ。どう考えてもこの体力差でも安心できない。ちょっと迷ったらこれだ。老害に見えないけど空気でかすんだよな。食らってしまうか。
ンダラ食らったら全て崩壊する。てかヒートの普通にヒート絡めたコンボで、いや長さは大したことない、長さの割に発生が早い。足払い確認すごいな。いやこれめちゃくちゃ猶予長いんですよ。もう超ゆっくりでもつながる。老害見えないけど空気で立つ完全にもう俺、いや言うてアズラエルも簡単でしたからね。足払い浮かせ効果。確認に45億くらいでん、わら。あー高すぎた。見えますかって感じるんだから平気平気。中押し陣内を確認できたら早い回転。中足陣内、中足陣内は無理です、無理でしょ、もうやったことないけど。エビツバサの自分には無理。学生でも薄すぎるもんな。中足攻略は中足を置かん翼は17、まだしない18だって。17なら一確認も含めてなんとか。まあ、道に要素はない。中足砲翼、ああサードのか。中足陣内は俺は3回に1回くらい原作再現して終わった。スナカピー陣内は こんな初級いないよ。16か17。いやカップ勢のヒット確認、あのネット毎回どっかで撮ってるんだ。まあいけるか。いやでもこれでもかってぐらいびっくりしたのはやっぱり狭間の 3C ジャイオク方天神だな。びっくりしたあれは。何十くらいあるんだよって戦慄した。動いてるよ。いざよいの5人ジャスジェスが16。最近の格ゲーってタンパク確認何かって少ない気がする。しゃがみならね。わあボコスカか。入れ込み全連携が多いコンボゲーが負担だからね。
敗の次。マイバラッコ風が移動してるだけ。そうだね。あぶねえ。なになになに。これは私の2位だ。これが機能して機能してきた。全員冷やだし。これおとといみんな好きの空中ドッグリルは中断で稲月は上段って知った。ああ稲月のカタカナの方は中断じゃない代わりにスライドするからな。足立の西が空学の、マジで足立の西空学のびっくりマーク出てんじゃん。減るんだよなあれ、めくりじゃん A からのワンマーバーストコン。今のかっこいい。あれワンモアバーストまで通ったら完全バータイなんで。ダッシュ振り向き。これがローガメイトを埋ませたいかりだ。思わずビューティフォーとつぶやいてしまう。ロードナイトが俺の今やってた、俺トレモでワンモアバーストコンボ練習しててビューティフォー。みんな俺もハマコン2回したのにな。ビューティーコンボっていう名前がついた。俺もハマコンに関してはやっぱり光の彼方じゃねえ、ロードナイトを納得させるには足りなかった。やってね。今回のレンジ片手たがやく左右に入りそう。届かない。権力にも精度はボドボドだ。次は行きます。ここかな。